皆さんこんにちは千葉工業大学の藤井健ですこれから不正定構造の力学の要約編その4-2として仮想仕事の原理1の後半についてお話ししますこれから仮想仕事の原理に関する理解を深めるため軸力と曲げモーメントを受ける針断面を例に仮想仕事の原理を適用しますここでは任意の形状のこちらの断面を考えます 図針軸を U とします加えて図針軸から下向きに H を取りますこの断面で図針軸から H 離れたところの歪みを εH 微小区間 DX に対する図針位置の伸びを DE 極率を φ としますこれから仮想仕事の原理を用いて針断面内の歪み εH と 微小区間 DX の変形の関係を導きますまず左に示す断面において仮想応力として ΔN、ΔM を考えますこれに対し図心軸から下に H 離れた微小断面 DA に生じる仮想応力度を ΔσH とします 仮想応力の ΔNΔM と仮想応力度の関係は式1で表されますこれは断面の力の釣り合いですすなわち仮想応力の ΔNΔM と断面内の仮想応力度は釣り合い条件を満足しているものとしますこれに対し図針位置での 軸方向の伸びを DE、回転角を極律 φ と微小区間長さ DX の積としますこれより仮想外力仕事 ΔWO は式2で書き表すことができますここでこの部分が仮想軸力 ΔN による仮想仕事この部分が仮想曲げモーメント ΔM による仮想仕事です 次に断面における仮想内力仕事を考えます。はじめに微小部分 DA での歪み度イプシロン H を H の一次式で表すことを考えます。すなわちイプシロン H が式3の形にかけると考えることにします。ここで K0 と K1 は未知の定数とします。これより微小区間 DX 微小部分 DA での仮想内力仕事を ΔDWIH を考えると式4で表されますこの ΔDWIH を針断面全体で積分してこちらの式5が得られますこれは微小区間 DX の部分の仮想内力仕事になります 仮想外力仕事と仮想内力仕事を式で書き表すことができたので仮想仕事の原理を用います。式2と式5が等しいと置くと式6が得られます。これより式6を変形して式3を代入します。そうするとこちらの式が得られます。 ここで k と k は断面内で一定と考えているので積分の外に出しておきます。右辺において式1よりこの積分は仮想軸力 Δn この積分は仮想曲げモーメント Δm と等しくなります。そこで式1を考慮して整理するとこちらの式7が得られます。 ここで任意のデルタ n デルタ m に対し式7が成立することから未知の定数 K0K1 が定まりますすなわち K0 と K1 が式8で表されることになります式8を式3に代入しますそうするとこちらの式9が得られますすなわち断面内のひずみ度イプシロン H と 微小部分の変形すなわち伸び DE と極律 φ の関係が得られたこととなりますこれは平面保持の過程より導かれるものと一致しますここで針断面が均質で線形弾性挙動をする場合を考えて断面内の歪み度と応力度の式を示しておきますヤング係数を E、断面積を A、 断面二次モーメントを、I、としますその時微小のび DE と曲率は式10により断面に作用する軸力 N と曲げモーメント M と関係づけられます。したがって針断面内に生じるひずみ度イプシロン H と応力度シグマ H はこちらの式11で表されます。 この式11は何かと重要な式なのでこの際覚えておいても良い式です。ここで話を変えて仮想仕事の原理に基づく変形計算において複数の領域に分割して計算する場合について解説します。同一部材内で実内力 MX と仮想内力 ΔM x の式が異なる領域が複数ある場合変形を計算するための内力仕事は個々の領域での内力仕事の和となります。例としてこちらの跳ね出し針 ABC のたわみ VC を求めたいとします。 ここで部材 AB と部材 BC の曲げ合成をそれぞれ EI に下付きの添え字 ABBC を付けて区別することとします。ところでこの跳ね出し針において部材 AB には外力は作用していませんが部材 BC には等分負荷重が作用しています。加えて点 AB にはそれぞれ視点反力が出てきます。 そのため実外力に対する曲げモーメント Mx は ab 間と bc 間で式が異なりますそこで c 点でのたわみ vc を求めるため c 点に大きさ1の仮想外力 δ p を作用させることとしますこの時の仮想内力を δ m x としますそうするとたわみ vc の計算式は こちらの式12のように区間 AB と区間 BC で別々に積分を計算して最後に加え合わせたものとなります。ここで1つ目の積分が AB 間の仮想代力仕事の項2つ目の積分が BC 間の仮想代力仕事の項となります。以上のように ここでは仮想仕事の原理1の後半についてお話ししました。今回のポイントは以下の通りです。1つ目のポイントは、仮想仕事の原理に基づく針断面内の歪みと針の変形の関係式の導出です。仮想軸力と仮想曲げモーメントが同時に作用すると考えた時の仮想外力仕事はこちらの式 これに対する仮想内力仕事は、こちらの式で書くことができます。仮想仕事の原理より、この両者を等しいと置くと、こちらの式が得られました。これは平面保持の過程に基づく式と一致します。2つ目のポイントとして、仮想仕事の原理に基づく変形計算において、複数の領域に分割して計算する場合についてです。 これの具体例は例題編で解説します。以上で要約編を終わります。この後は例題編をご覧ください。